やっぱり奈良に来たらスタミナラーメンだな。霊夢はどっち派？醤油ベースのあのお店か、豚骨ベースのあのお店か。迷うところだな。どっちも天理スタミナラーメン文化を盛り上げてくれてるし、大阪の人なら S 店、三重の人なら T 店と答えそうだが、まあ店舗数を考えるとね。ということでだ、今日は天理市をはじめとした奈良県のジャンジャン美伝説について話したい。あら、天理ラーメンはその振りだった？投稿主が最近ハマっているというのも大きいが、踏み込んだ話、単に紀伊半島の話がしたくなっただけらしい。何それ？それじゃあ、ゆっくりしていってね。ではまずジャンジャン美とは何か。奈良県歴史文化資源データベース生かす奈良の当該ページによれば、その名の通り、ジャンジャン塔を立てて出現する火の玉です。火の玉伝説は全国各地で確認できますが、ジャンジャンという音を立てる火の玉は珍しく、奈良県以外ではあまり見られませんとのことだ。要するに火の玉にまつわる伝承ってことか。ジャンジャンという字面だけを見るとどうしてもギターか何かを想像してしまうが、こればかりは確かめようがないな。ジャンジャン美を見てしまうとどうなるかも同ページにある。見ると死ぬ、見ると2、3日熱にうなされる、取り憑かれて黒焦げになるなどの恐ろしいものが多いのですが、別に悪さをするわけではないというものもあります。ただの火の玉ならと思ったけど、見ると死ぬとなるとさすがに剣論な響きだわ。出没場所として奈良県北部に集中していて、吉野の方にも火の玉伝説はあれど、それらはジャンジャンという音は立てないという。ジャンジャン美については奈良の妖怪研究で知られる木下正美さんも、奈良妖怪新聞で取り上げているらしいんだが、奈良妖怪新聞の当該号が入手できていないということで、今回は木下さんのブログ記事を参考にさせていただいて、各自治体のジャンジャン美伝説を調べて紹介していくぜ。まずは冒頭にも話した天理市の事例だ。天理市といえば天理教の名前が由来となっている宗教都市ね。あとやっぱり天理市といえば天理スタミナラーメンだな。さて天理市には龍王山という標高600メートル弱の山がある。この話は1981年間の子供のための俗山との伝説という本によるんだが、それによればある年の大晦日、この龍王山から西の市議山に向かってジャンジャン美が飛んでいくのが見えたという。これは戦国時代に近隣を治めていた武将統一とただの人玉だと人々は噂した。うちの利息は10日で1割。まあ統一氏と読む人もいるぜ。統一氏は今の奈良県北西部を領地としており、龍王山に龍王城を築いていた。とただは統一氏の最盛期の当主だな。この火の玉はたらいほどの大きさでジャンジャン唸っていた。潜在村の正右衛門という武士は地蔵堂前でこのジャンジャン美に出会ってしまう。正右衛門は最初驚きもせず、提灯でその火をあしらっていたんだが、提灯が焦げて骨ばかりになったから、仕方なく刀を抜いて切りまくった。いやいぎりね。ポケモンが細着を切るのとは違うぞ。しかし火の玉はチリジリになってもまた一つに戻り消えていくことがない。やがて正右衛門は火に取り憑かれて死んでしまった。翌朝村の人々が正右衛門の遺体を発見。遺体は全身丸焦げに見えたが、一面に発光柱が取り付いていた。うわ、ちょっと気持ち悪いわね。まあ全身とは書いていないからリアルに焦げていた可能性もあるが、発光柱とは何か。普通に考えればホタルだが、大晦日にホタルが地上にいるとは思えない。なお正右衛門の刀のそばには石地蔵の首が落ちており、以来この地蔵は首切り地蔵と呼ばれるようになったという。あら、東広島市の首なし地蔵みたい。ちなみにジャンジャン美はホイホイ美とも呼ばれ、ホイと呼ぶとホイと追いかけてくるから、橋の下などに隠れるといいという。また桜井市の巻向でもこの伝説の別の一面が垣間見れる。桜井市といえば大神神社に橋墓古墳、長谷寺と有名歴史文化遺跡の宝庫だわ。入面が桜井市の郷土料理というのも最近まで知らなくてびっくりしたな。龍王山の統一氏は松永久秀と戦ったこともある。松永久秀って奈良の海を奪った人でしょう？はい。松永久秀は市議さんにも城を持っていたな。天理氏のジャンジャン美は死してなお松永と戦っているということなのか。子供のための大和の伝説によれば統一とただは久秀に攻められて噴死。その恨みはまだ残っていて、雨が降りそうな夏の晩、この城跡に向かってホイホイホイと2、3度叫ぶと城跡から火の玉が飛んでくる。それら多数の火の玉はジャンジャンとうなりを立てて消え失せるんだが、これを見た者は2、3日熱に浮かされるという。桜井氏の巻向では微妙に伝承が違っていて、とただの怨念は時々火の玉となって山頂に現れる。もしそれに向かっておいと叫ぶと、火の玉はジャンジャンと音を立てて大きくなりながら追いかけてきて、呼んだ者を焼き殺すという。殺意が強すぎる。次は奈良県史の民族編に載っている奈良市の事例だ。奈良市といえば鹿ね。あと鹿せんべい。そうだな。鹿だな。他には？やっぱり鹿しかないわ。さあ話を始めましょう。これ怒られないか？
奈良市法華寺町の一条通りに千段の古木が残っているんだが、まだ周辺が野原だった頃、高橋堤のあたりの別の千段の木から、互いにじゃんじゃん火が出てきて合戦をしていたと伝わる。雨の降る夜は決まって出てくるのだが、それは長い尾を引いた青い火の玉で、よく見てみると火の中に年配の男性の顔が映ったらしい。これは奈良時代に恨みを抱いて死んだ公家の怨霊と考えられていた。このじゃんじゃん火を見たために熱を出して死んだ者もいると伝わる。青い火の玉を覗いて男性の顔が映り込んでたらそっと押しそうだわ。木下正美さんのブログ記事によれば柏市にもじゃんじゃん火伝説がある。これは水を求めて争った者たちの霊のようだな。こちらは資料が見つけられておらず未調査だ。申し訳ない。詳細がわからないので割愛して先に行こうか。柏市はどんずる棒の怖い噂でも取り上げたからそちらもチェックよろしくね。次は奈良県から少し外れるが京都府の木津川市。うん、まあ、そこなら奈良でいいか。奈良市との県境だしな。木津川市といえば奈良市との境界にあるイオンモール高野原。個人的には聖火町なんかと共に学研都市のイメージが強いぜ。山口敏太郎さんの恐怖の怨霊絵巻に載っている話によれば、時代はわからないが、旧木津村に源五郎という力自慢の荒くれ者がいた。彼は力持ちをいいことに他人に迷惑をかける花つまみ者だった。年貢米を献上するある日のこと、若者たちの力比べが行われるのだが、やはり一番の力持ちは源五郎だ。花をへし折ってやりたい村の若者たちは源五郎をこうそそのかした。力持ちの源五郎さんといえども腹の上にいくつも俵は乗せられないだろう。おし、やってみろと受けて立つ旨返事をして大の字になった源五郎。しかしそれを聞いた若者たちは顔を合わせ、一斉二十数俵の米俵を乗せた。源五郎は無残に餅を吐いて死んでしまった。完全に殺人じゃないの。結果源五郎の霊はじゃんじゃん火となった。自分の持っていた田の横にある一番高いクヌギの木に現れ、通りかかる若者に襲いかかったという。これは源五郎火とも言われ、明治の頃には寄って気の大きくなった若者たちが、おい源五郎火よと挑発して追いかけられ、朝まで鉄道のトンネルから出られなかったという話もあるらしい。どうもトンネルや橋の下には入ってこられないようね。不思議だな。理由はわからないが。最後に紹介するのが大和郡山市の内合橋のじゃんじゃん火だ。あれ、それってショート動画に上げてなかったっけ？お、知ってたのか。えらいぞ霊夢。大和郡山市といえばやっぱり金魚だな。郡山城に柳町商店街も風流でいいわよね。内合橋はちょうど奈良市との境界にあるから奈良市の伝説に数える人もいる。が、大和郡山市として調べた方が情報も多いぜ。さてこの内合橋の伝説は民族芸術という雑誌が書出だとされている。ここに記されている話はこんな感じだ。佐保川に架けられた内合橋という名ばかりの朽ち欠けた橋がある。ここは町と村の境で、毎年佐保川の大仏ホタルと言って賑わう。ホタルのもる6月7日の夜には町と村の各々から選ばれた20人ずつの若い男女が、橋の中ほどに設けられた温度櫓の周囲を、笛太鼓の林と歌に合わせて踊る。この踊りをじゃんじゃん日迎えといい、選ばれて踊る者はその1年間、土地で最大の名誉を担った人として、他人から尊敬される。この踊りの来歴はこうだ。大和郡山の城主が秀吉の弟秀長だった頃、家老のせがれに亀井式部という若武者がいた。亀井式部は美男子で、ある人の様のお供で遠乗りした際、馬に水をくれたみゆきという百姓娘と恋に落ちた。以来内合橋で相引きを繰り返していたが、身分の違う二人は許されざる関係。ついにそのことがバレて武家の法度のため式部は斬首。式部の棍棒により斬首は二人の思い出の場所内合橋で行われた。その日が6月7日の宵だった。蛍が2、3匹飛んできて、亀井式部の短い一生が終わった。不思議にも切り落とされた首が血を引いて橋の下に飛ぶ。役人が松明をかざしてみると、そこには式部の首を抱いて自害したみゆきがいた。それから毎年6月7日の夜には、二つの大きな人玉が東西から飛んできて、内合橋の上をもつれ合いながら昔を語るがごとく、そして泣くようにじゃんじゃんと音を立てて舞ったという。この様子を見た村人たちは二人の霊を慰めるために橋のたもとで踊った。これが今日残るじゃんじゃん火である。やっぱり何度聞いても泣ける話だわ。感動しているところ悪いが、この伝承には突っ込みどころが多い。こんなに短い話なのに？まず我々の大先輩にあたる日本伝承大観さんのページによれば、史実として秀長の家老に亀井を名乗る者はいないという。ぐふ。それに毎年行われていた行事にしては記録が残っていないようだ。おまけに書出の出た1928年と秀長の時代では暦が違う。平家と源氏では盛りの時期が違うとはいえ、同じ日付で蛍が同じようにわんさかというのは気になるところだ。まあ当時ならあり得たのかもしれないが、さしずめ明治大正の自分に結ばれない恋人たちが心中する事件が増え、
これもそんな事例の一つだったのではないか。嘘を書いたにしてもディテールが細かいから、これは実際の事件を脚色したとかそんな真相があったりするんじゃなかろうか。つまり完全なデマではないと？むしろ当時の方が受け入れられそうな土壌のあるストーリーだったと思う。さて、ここまで見てきた全てのジャンジャン美に解を与えることはできないが、やはりその多くの伝承の正体はホタルなんだろうな。あ、確かにホタルって光るものね。天理市の竜王山の事例は発光柱が出てくるし、郡山の内藍橋はホタルそのもの。桜井市の遺跡だってジャンジャン美が出るのは雨が降り出しそうな夏の日だ。夏はホタルの季節だし、梅雨頃に盛りが重なるホタルの種もいる。何より快晴の夜はホタルの光も目立たないから見つけづらい。そしてジャンジャン美を避ける方法に橋の下に隠れるがあるのも注目だ。内藍橋もそうだが、橋がある時点で大抵そこは水場。逆に多くのジャンジャン美に出くわす可能性もあるが、多くのジャンジャン美伝承がホタルを指し示していそうだってことは言っておくぜ。以上、ジャンジャン美の紹介だったぜ。ここまで奈良にまつわるジャンジャン美伝説について紹介してきたが、どうだった？途中まで怖い話のはずだったのに、最後突然綺麗な光景に変わったわね。もうホタルの季節も終わりだが、いつか夏の夜を奈良の自然に抱かれて過ごしてみたいものだな。乳麺食べながら地酒飲みましょう。昼間はもちろん東吉野村で日本狼探索ね。あれは最後に目撃されたってだけで。あ、そうそう。内藍橋は現存しているが、周辺エリアは結構混むし、道も狭いエリアだ。聖地巡礼するなら事故には十分気をつけてくれよ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。